江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もユンミヒャンの話題でございます。ユンミヒャン国家保安法違反か。おお、捕まれ捕まれ。よしよしよし、はい、じゃあね、行きましょう。くーちゃんお願いします。国家情報院は4日、東京で親北朝鮮団体である在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連が主催した関東大震災100年朝鮮人逆コロ追悼式に出席した無所属のユンミヒャン議員と関連して日本情報機関とファクトチェック中と明らかにした。情報院与党幹事のユサンボム国民の力議員は同日午後、国会で開かれた情報院全体会議後、記者団に対し、国情委員長は実際の状況について把握しており、日本情報機関との協力を通じてファクトチェック中だと答えたと伝えた。柳議員は朝鮮総連幹部が南朝鮮傀儡徒と発言をしたが、ユン議員がただ聞いていたというマスコミ報道が出たとし、現場に行ったユン議員がどのような発言を朝鮮総連幹部の前でしたのかは確認されていないと話した。また実際ユン議員がその中でどのような活動をしたのか、現場でどのような発言をしたのかに対する判断が非常に重要な時点だと思うとし、ユン議員の発言によっては国家保安法違反の有無も議論されたため、その部分に対する徹底した確認が必要だと注文し、国情院も事実関係を日本の情報機関との協力を通じてファクトチェックしていると答えたと述べた。国情院でユン議員が行事に参加するかどうかを事前に把握していたかという質問に、それは私たちの情報委質問になかったので返事もなかったとし、ユン議員は国会を通じて訪日協力を要請した時も朝総連行事への出席について具体的に明らかにしなかった状況なので、私の判断では国情院がそこまでは把握できなかったと思うと答えた。また、義英公統一部長官は、ユン・ミヒャン議員が親北朝鮮団体である、朝鮮総連主催の関東大震災逆コロ追悼式に出席したことについて、統一部に事前接触届を出していないとし、南北交流協力法違反で過料を科すことができると明らかにした。キム長官は国会予算決算委員会全体会議に出席し、統一部は法と原則にのっとって交流原則体系を確立するという次元で関連手続きを進めていくとして、このように答えた。またユン議員がこの問題について不公平だという主張を展開しているが、法に不公平はないとし、ユン議員をはじめ全ての国民は法の前で平等だという原則を持って対処していく考えだと強調した。パク・ジン外交部長官も関連質問に、北韓の核ミサイル脅威が高まっている状況で現職国会議員が総連行事に出席するのは適切ではないとの立場を示し、総連は国家保安法上の反国家団体であり、北韓の代理機関であり、北韓の駐日代表部の性格を持っていると指摘した。はい、ということでね、まあ、さっき過料を科すってことじゃないですかね。でもう正直ね、まあ、いくらでも取ってもいいと思うんですよ。うん、でもね、これね、最高ね、300万、日本円で33万円です。はい。罰金やつすぎんだよ本当によ。じゃあですね、こちらに対してケープの反応いきましょう。本当な、本当警告さ、過料とかさ、刑罰弱いからさ。大帝民国の国会議員というものが、私たち祖父母世代を血を流した北京政権の切り盛り行事に参加するのも正常ではないのに、南朝鮮傀儡徒等の話まで聞いてもじっとしていたり、その場を離れないのはおかしいのではないか。おかしいよね。あんな奴を国会議員にした民主党支持者が先頭に立って除名しなければならないのに、君たちはそうしないだろう。あいつのせいで選挙の時本当に大きく負けてほしい。人間らしくもない奴らだ。44-0。あとこれユンミヒャンが日本の空港に来て、で警告大使館がまあ車を出したんですよ。便宜を図ったんですね。で、このユンミヒャンが日本に行くんで、便宜を、まあ便宜っていうかね、まあ支援してくださいという申請をするときに、この総連行事に行くっていうのはだんまりだったらしいよ。だんまりだったんだって。知ってたらそんなことするわけないっていうふうに、警告大使館、要するには言ってました。
いくら、なんでも、北朝鮮の国旗を掲げ、キム・イルソン主席とキム・ジョン・イル総書記の額がかけてある、行事への出席は一線を越えたのではないか。34-0。見れば、見るほど気分を害する人称。4-0。拘束しろ、これは違うよ。国家保安法が存在するという事実を、中北左派勢力に示す契機にしなければならない。文政権の時、中北進駐して国家機密及び産業機密を渡したスパイ勢力を整理して監獄に送らなければならない。3-0。このような行動をする人が大恵民国の国会議員ですか？北韓の人民代議員でしかありません。1-0。北をくさせよう、願い通りにしてあげないと。一体この女性は何を考えて生きているのか。堂々とした姿勢であり言葉が出ない。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。じゃあですね、もういや、国家保安法で捕まえてほしいんですけどね。じゃあ上の方からいきますかね。ここら辺かな。はい。いい加減、打ち込んでほしいわ。って、言うかも、国家反逆罪でしょっぴけよ。マスコミが一緒なら録音してるだろ。そもそも、こんなこと自体が日本から見たら国家反逆罪に該当すると思うけどな。日本の情報機関って外事警察や防衛省かな。こりゃ総連を通じて北に亡命する日も近いかもな。わら、全く隠さないのがねえ、逃げれる算段あるん？多分不逮捕特権停止ありえるで。発言によっては北のイベントに参加したんだよな、戦争相手の国の組織だよな、もう検討の余地はないと思うがどうなのよ。もうムンムンからもジェミョーンにも守ってもらえないから北に逃げる準備を進行中。日本に総連があるのも適切ではないのだけどね。総連は国家安保上反国家団体だってよ、岸田君。国家反逆罪はコロコロ罪より罪が重いぞ。そうだね。だって犯罪国家なんだから罰金なんて権威に決まってるだろ。わら、法の平等よく言うわ。感情で判断がコロコロ変わるのがお前らの方だろ。国民が行きたがる刑務所生活。わら、国家保安法？犯罪者に優しすぎるな。いわば国家反逆罪だろ。地刑か国外追放レベルだろ。ほんと、法が犯罪者に優しいって、立法の時点で守る気ないだろ。愚かすぎる。だんまり？そんなところに行くなら出さなかった？本当にすぐバレる嘘ばかりついてるな。まあでも、そんなに大した秘密なんてないから、そう目くじら立てるなよ。わら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。